霧島酒造プレゼンスポッキーのケイズウェイブ。さあ、ここからは九州をホットに盛り上げる元気人にスポットを当てるホットウェーバーのコーナーです。今日はヒューマンハーバーの添島勲さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、じゃあお近づきの印に今日はですね、吉助の白で乾杯しましょう、はい、よろしくお願いします。せーの、乾杯。いかがですか、この焼酎は。香りがいい。香りが、はい。副島さん、霧島のファンみたいですね。はい、そうですね。ありがとうございます。じゃあこれからの吉助シロもどうぞご愛ください、はい。ありがとうございます。じゃあまずは今週の元気人、副島勲さんに7つの質問いきましょう、はい。どんなお仕事をされていますか。株式会社ヒューマンハーバーの代表の添島勲と申します。その道に入ったきっかけは、保護司を長年しておりましたもんですから、刑務所から帰ってきた人たちの社会復帰が非常に難しいということで、このお手伝いをするようになりました。そのお仕事の醍醐味は、つまずいた人たちが更生すると、自立更生する姿を見ると嬉しいですね。好きな言葉は、天は見てござる、あるいは天道無視の心、天に器物なし、要するに捨てるものはなし、言わんや人間はと。そして天に誠意必ず通ずると、天を相手にして己を尽くせという言葉が大好きですね。尊敬する人は誰ですか。はい、二宮尊徳です。道徳なき経済は犯罪であると。例えば産地偽装とかデータの改ざんとか、これは要するに道徳なき経済で犯罪であると。しかし経済なき道徳は寝言であるという教えがあるんです。経済なき、要するにお金の回る事業じゃないと長続きしませんよと、いくらいいことであってもという教えで、これはいつも肝に銘じている言葉です。今夢中になっているものは何ですか。草笛です。焼酎のあてといえば、はい、一夜干しのキビラゴが大好きです。ということなんですけどね、はいはい、まずは副島さん、ヒューマンハーバーはどんな会社なのか、ちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。はい、要するに刑務所に入りますと社会的制裁をいっぱい受けるわけなんです。はい、まず仕事をなくします。どうかすると家庭崩壊まであります、問題は出てきてからなんです。そうですね、はい、ほんで私はよく申し上げるのは、反省は一人でできる、ところが更生は一人ではできないんです。あ、誰かの支えがいるんです。そうですね、この支えになることを目的にした会社がヒューマンハーバーとご理解していただければありがたいです。そうなんですね、はい、どんな経緯でこの会社の設立に至ったんですか。はい、保護司を20数年やっておりまして、要するにあなた頑張りなさいよ、しっかりしなさいよって言うだけじゃ、自立更生できません。ですから働く場を提供して、泊まるところも提供して、でそれでいいかというとそうじゃないんです。やっぱり一番大事なのは教育、物事の考え方がガラリと変わらないとその人自身が変わらないんです。そこでこの三位一体っていう言葉で言ってるんですが、働く場と泊まるところと、そして教育をして、そして世の中に出すと、その仕組みをヒューマンハーバー作っております。そうなんですね、はい、まあ、ちょっとつまずいた方々の自立更生事業。そうです、ということなんですね、はいはい、更生に必要なものというのはさっきおっしゃいましたけども、はい、働く場、はい、あと宿泊の場、はい、そして教育の場と、はい、三位一体。そうです、そうです、どうなんですね、はい、その活動支援ででも大変なことじゃないですか。そうですね、要するに教育っていう言葉は普段何でも使われるんですが、その人の物事の考え方、捉え方が変わってこないとその人が変わらないんです。はあ、でこれを事業を設立するにあたってですね、いろんな会社をたくさんお邪魔しました、はい、結
構やんちゃな元やんちゃの社長さんっていうのが結構いらっしゃるんです。なるほどね。立派に構成してらっしゃるんです。はあ、そういうことも分かってますし、それでつまずいた人たちはものすごいエネルギーを持ってます。エネルギー持ってますよね、はい、やんちゃな人たちって、はいはい、だからそこの考え方が変われば構成するんです、はあ、あの日本にこういう会社ってそんなに多くはないんじゃないですか。ありませんね。それで、要するに働かせれば構成すると、あるいは働かせ受け入れる会社とか、あるいは泊まる場所を提供する会社はたくさんあります。ところが教育を主眼に置いてる会社っていうのはそうそうないんです。なかなか珍しいですよね、はいはい、そうです。ですから私どもは入ってきます。で入ってきたらですね、即教育を週に1回仕事を休んで教育していきます、はいはい、休んでじゃあその分の給料がゼロになるのかってそうじゃありません、うん、それもちゃんと対価を払う仕組みにして。そうなんです、はい、へえ、皆さん素直にこう聞いてらっしゃいます。はい、お話とかはそうですね、説教するとかなんとかそういう教育じゃありませんので、自分の考え方がどこが間違っとったのかっていうことをですね、国語と算数の例題を挙げながら考え方を変えていくという仕組みです。例題を挙げながら、はい、勉強しながら、はい、それはより分かりやすいように分かりやすく、はい、例えばですよ、はい、1個500円の商品がありますと、うん、ね、その商品を1週間使います、うんうん、じゃあその500円を1ヶ月で、ね、仕事の2000円になりますでしょ、はい、じゃあその2000円になるものがね、じゃあ500円が4週間で2000円になるのを計算はどんな計算式があるのかと、はあ、いうことから、そしたら本人の考えてる考え方と違う考え方、人それぞれはいろんな考え方ありますよね、はいはい、単純に 4倍すれば2000円だっていう出し方もありますし、全部こう足していく考え方もあるし、あ、はい、だから2000円があればそれを引いていく考え方もあります。なるほど、はい、そうしないと本人の価値観と教える人の価値観がね、ぶつかり合うと効かないんです。そういうことですよね。あなたはその考えでしょうけど、私はこの考えですね、うんうんうん、そこを引き出してるんだ、分かりやすく言うと、でその全部の答えを認めて分かち合うっていう、はい、そうすると指導者と受ける側が衝突しないんです。結局間違いっていう考えをなくすんですよね。あなたと私は違うと、そうです、それを認め合うという、そうです、認め合う、そうすると、はい、そうですよ、ね、自分に気づくんです、ね、自分の考え方が課題を出たなっていうことに気づく。しかも具体的だからすごく分かりやすいですよね。スッと入ってきます、まあ、そういうことの繰り返しをやってるということです。はあ、ですから一番の問題はお金の問題、うんうん、だから先生が、うちは先生が教師の資格を持った先生がほとんど教員免許、ああそうですか。それで要するに買い物行きます、そうしたら電卓持ってくるんです。ほうほうほう、自分の給料がこれだけしかないのに一日でこれだけしか使えない電卓で、はい、そういう指導からします。はあ、そうなんですね。欲しいから何でも買いたい、これじゃなくてやっぱり我慢するところを我慢しなきゃいけない、足し算引き算ができないといけないということ、うんうん、じゃあもう本当に構成するための手助けっていう感じですよね、はいはい、結構不平不満とかが多いんですよね、はい、何でもかんでもね。そっか、うん、だからね、例えばこう、まあ、コンビニからいつも買うと、はい、それよりも自分で野菜を買ってきて、自分で料理を作ってみると、うん、そうするとそういうことも、なるほど、そうなんですね。
副島さんすごいね。すごい。一人一人に向き合ってそれをされてるわけですよ。しかもあの年齢層もかなり幅広いんじゃないですか。もちろん、ね、違います。構成したいっていう方、ね、男性も女性もいますし。そうですか。でも本当に副島さんがね、うん、そうやって未来への可能性をね、はい、その人たちに、うんうん、本当に向き合ってされてますから、ね、希望の光ですよね。はい、出会った方は嬉しいですよね。本当にこう人によってはすごく構成するのに時間がかかるとか、はい、そうじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、こう見極めるの大変じゃないですか。本人が成長するのが時間がかかるんです。うん、でその時間がかかるっていうことを性格もそれぞれ違いますから、それを我々は遠くから見つめていく以外ないんです。そうですね、この人はこういう性格とか、こういう特徴があるとかっていうのはもう遠くから見てる。はい、遠くから見て、そして問題があればちょっとこういう風にやったらどうとかね、うん、決して強要されないんですね。そうです。だから自らが変わろうとしないなんて言うと変われません。はー、なるほど。だ気づきなんですよね。そうなんです。本当にポッキーさんがおっしゃる通り、ね、気づきなんです。気づきですよ。気づかせるというね。そう、そうですよ。じゃあここで副島功さんの元気が出る一曲をお送りしたいんですが、曲紹介お願いします。どうぞ。アメージング・グレース。Amazing grace.
というわけでアメージンググレースをお送りしました。本当に素晴らしい楽曲ですね、副島さん、ね。今週のホットウェーバーはヒューマンハーバーの副島勲さんをお迎えしております。まあ本当に大変なね、つまずいた方々、元服役者の自立構成事業というのを、これは他ではやっていない事業だということなんですが、一人一人に向き合っていらっしゃいますけども、やっぱりその副島さん自身は誰かの影響はあったんですか？これやろうと思ったのは。いえ、影響というより、先ほど言いました、あの保護司の活動と特殊面接員って毎月刑務所でいろんな方と接して指導をしてますもんですから、でその活動の中では自立構成が難しいということで、新しいビジネスモデルを考えた。ああ、そういうことなんですね、そして私は今ではですね、納税者を育てるメーカーになるんだと。酒造メーカーじゃなくて納税者を育てるメーカーになりたいということは言ってるんです。そうなんですね、まあだけど20年以上の活動から生まれた会社と、そうですね、いうことになるんですね、本当に大変なご苦労のあったそうですよね、お仕事だと思うんですけどもね、引き続きそれをね、さらにパワーアップしてされてるというね、わかりました。もう本当に更新しますとね、親や家族泣いて喜ばれます。やっぱり続けられるのはそこですね。はい、本当に泣いて喜ばれます。だってね、過去にいろんな過ちをした方がいるわけじゃないですか。その背景がみんな違うんです。で、我々は単にね、親が悪いとか環境が悪いっていう言葉で言いますが、それじゃ済まされないんです。やっぱりその人の持って生まれたね、そうですね、因縁がやっぱあるのか、でもだから私は宇宙最大の資源は人間であるっていうふうに思ってるんです。ああ、なるほど、そうですね。他の動物がね、何かを作ったかというと作らないじゃないですか、全部この世の中進化させるのは人間じゃないですか。そうですね、だからね、たとえつまずいた人であっても更生できるチャンスがあれば立派に立ち直ることができます。はい、でも現在77歳でいらっしゃいますけども、その元気の源って何ですか？なんか運動とかされてるんですか？散歩ですね。ああ、散歩ですか、それと、毎晩飲むことですウィズ霧島です。霧島大好きということですね。あと夢中になっているものが草笛ということなんですが、はい、これは何がきっかけだったんですか？いや、あの草笛の音色ってすごいですよ。いいですよ。あ、今日葉っぱ持ってきてます。今日は持ってきていただいてますけどもね、あのボトル、ちっちゃいボトルの中にお水と葉っぱが入ってるんですけど、それ何の葉っぱですか？これはヤブコウジっていう葉っぱ。ヤブコウジ、これじゃなきゃダメなんですか？いやいや、そんなことありません。あ、そうなんですか。他の葉っぱでも、いろんな葉っぱがありますけども、吐く息の力によって葉っぱの厚さが、ね、音が出る出らんがあるじゃないですか、だから長生きしたかったら吐く呼吸が、おー、吐く呼吸ですね、聞きたい。よかった、喋り手で吐いてるから、吐いてる、そうなんだ、健康ですじゃあちょっといいですか？じゃあ、お、ご起立で。ついた、ね、いや本当普通の葉っぱですよ。いやー、あのすごい肺活量が、ね、あって、これは吐いてますね、かなり、ね、息を、ここにいるとすごい息遣いが聞こえてくるんですけど、腹式呼吸でした、思いっきり腹式で、ね、思いっきりこう吹くっていうことが大事なんですね。ですこれが震えることによって出る振動だ。そうなんですね。何曲ぐらいあるんですか、レパートリーは？あのメロディー知ってる曲はやっぱり相性があります。そうなんですね、
わかりました、まあ、それで楽しんでおります。今ハマってること、サブウェイでした。ありがとうございます。最後にじゃ夢を聞かせてください。夢ですね、はい、はい、ヒューマンハーバーという会社をですね、まず一つは100年続く会社にしたいと思ってるんです。100年、はい。それでもう一つはですね、100人の経営者を育てたいと思ってるんです。でそういう人たちが経営者になればまた裾野がゴーンと広がりますから。そうですね。だからそういうことが一つの大きな夢ですね。第2の副島さんを。そうです、そうです。今何人ぐらいいらっしゃるんですか、そのスタッフというか先生たちは。全部で33人ほどおります、会社は。33名、はい、そしてつまずいた人たちが今13名ぐらい。13名、すごいサポートになりますね。それはそうですね。それでまあ要するに女性が出生していきますと働く場がないもんですから、今女性の働く場を増やすために掃除部門、清掃の部門、そういうものを作ったり、そうすると男性でも40、50になるともう再就職が難しい場合がありますので、そういうことを教えたり、そして内装工事クロスを貼ったりできるような技術者をもっと育てたいと思ってる。そうすると自分で独立しやすくなりますので。確かに。うわすごいですね。副島さん自らがそういう雇用の場とか。そうです。考えていらっしゃるということなんですね、はい、でも人間資源という言葉が今日はすごく僕は心に残りました、はい、宇宙最大の資源は人間なんです。ですからダイヤモンドやら何とかあんなもんじゃないと私は思ってるんですけど、やっぱり構成できるということですね。はい、わかりました。だから構成の功にね、はい、さらに生まれると書いて蘇るというんです。蘇ると、はい、漢字で書きました。あ、そっかそっか、はい、だから蘇ってほしいんです。そうですか、わかりました。でもこういう副島さんの叫びをね、はい、僕はもっともっとたくさんの皆さんにね、はい、伝えていただきたいなと思いますよ。副島さんの講演会とかされたらいいと思いますよ。ありがとうございます。そうですね、全国回ってね、今までの経験をもとに、本当に素晴らしいお話でした、はい、今日は貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでホットウェーバー、本日はヒューマンハーバーの副島勲さんをお迎えしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。